OK ですね。私、河合エリナと言います。技術員なんですけど、役職としてね。で、英語で言うと、フィールドワークテクニシャン、野外活動の技術員として働いてます。あんまり聞き慣れない言葉だと思うんですけど、まあ、どういう仕事なのとか、どうしてそうなったのとか、まあ、大きく分けて4つ。どんな仕事してるのか。なんで今の仕事に就いたのか。すごくやりがいがこの仕事あるんですけど、まあ、その思いとか魅力とか、まあ、最後に沖縄に対する思いを語りたいと思います。ちょっと画像とか動画が多いんで、もし固まってしまったら先生ヘルプをお願いします。まず、私がどんな仕事をしているのかっていうところなんですけど、お磯の中の海洋気候変動ユニットっていうところに所属してます。このユニットでは、気候変動、前日なんかゴーダックさんの方からもね、海洋気候変動でどういうふうに海に変化が起きてるかっていう話があったかと思うんですけど、まあ、海洋酸性化だったり海水温の上昇だったりいろんな環境の変化が起きてるんですけど、その変化に、サンゴ礁の魚たちがどういうふうに適応しているのかっていうのを研究するところに所属してます。で、うちのボス、このね、こわもての人、うちのボスです。ティモシー・ラバシ先生です。で、このユニットには、合計で15名所属していて、教授、あと研究員、ボスドク研究員2名、学生が6名、で、技術員が5名の、もう1人、右下の人が、RUA さん。リサーチユニットアドミニストレーターっていう、研究室の事務をしていただいてます。合計この15名でこの研究室が、なってるんですけど、皆さんにここでクイズです。写真から見る感じですごい国際色豊かな感じがすると思うんですけど、みんなどこ出身だと思いますか？もう一個ずつ言うの大変だと思うので、合計で、何カ国かなっていうのを想像してほしくて、皆さんが、赤いカードと青いカードを持ってるって聞いてるんで、2択でいきたいと思います。この15名は、全部で10カ国から来てると思う人は青色のカードを上げてください。このメンバーが13カ国から来たメンバーだと思う人は赤いカードを上げてください。赤か青、どうぞ。せーの、赤が多いかな。赤は何名くらいいますか？4名半々ぐらいかな。じゃあ答えいこうと思います。答えは13カ国です。15名で13カ国なかなかねいると思うんですけど、メンバーをそれぞれ、出身国の国旗で表すとこんな感じ。うちのボスは、ティモシー先生はお父さんがイタリア人、お母さんがオーストラリア人の方で、まあ、二重国籍ですね。二つ国籍持ってて、で韓国とかスイスとかで、この国旗私も初めて知ったんですけど、カザフスタンっていう、ロシアとか中国の近くの国の国旗です。でトルコ、アイシェって学生なんですけど、お父さんがトルコでお母さんが日本人の子ですね。でマイケル、アメリカの子なんですけど、お母さんは台湾人でお父さんは日本人でアメリカで育った子っていう、なんか結構面白いバックグラウンド持ってる子で、この国旗わかりますか？これポイント見えてるのかな、すいません。見たことある？これは、イスラエル。ラダって子は、イスラエル出身の子です。なんで、私と、新谷さんでアドミニストレーターの人以外は本当に世界中のいろんなところから来たメンバーで構成されてます。で、こんなメンバーいっぱいいますけど、そのうちの技術員っていうのを私は知っていて、技術員はこの研究員だったり学生たちが行っている研究テーマのサポートをする役割をしています。じゃあ実際にどんな仕事をしているのっていうのは、さっき言った
研究室のテーマに関わっていて、こういう環境変化に魚たちがどうやって適応してるのかなっていうのを調べるためには、その魚を取らなきゃいけないです。でそこに生息してる、海水自体から海水を使って環境 DNA っていう方法で、そこにいる魚の種類を知ることができるので、魚や海水を取ったりします。あとこの環境がどうやって変化してるかっていうのを調べるために、水温をずっと測定するための装置を、海の中に設置しに行ったりする仕事をしたりしてます。こんな感じでね、ふざけた感じで海に行ったりもしてるし、まあ、真剣にちゃんと魚を取ったりもしたりし、結構外でやる仕事もね多くて楽しいです。実際海だけが仕事かっていうと、海に行く前にすごくいろんなことをしてます。海に入るためには採集するための許可、調査をするための許可を、県だったり国だったり、漁協さんだったり、いろんなところに、お問い合わせをして許可をもらってっていう段取りが必要で、これがまあデスクワークになるところです。すごく私は苦手で、早く海行きたいなと思いながら一生懸命いろんな人とコンタクトを取ってます。じゃあ次にそれで海に行けるかと言われればそうではなくて、自然相手にしている仕事なので必ず安全面も考えなきゃいけないです。そのために、セーフティートレーニングを受けたりもしてます。あと調査用の道具ですね、これも市販のものでは、使いづらかったりするので、自分たちでこのタモ、魚を捕まえるための網を蚊帳の網からミシンで作ったりして、オリジナルの道具を作ったりもします。あとは右の写真は調査に使うカメラですね。これ GoPro が12台ぐらいあるんですけど、これを海に設置して魚がどうやって行動してるかっていうのを録画するために準備してるんですけど、もうバッテリーもね12個もう全部充電したり、あとこれドローンもね撮ったりするんで、ドローンのバッテリーだったり水中用のカメラだったり、かなり潜る前の準備もたくさんあります。で当日いよいよじゃあ海行きますってなると、まず最初に健康チェックします。体の状態が悪くて海に入ることはできないので、入る前に血圧、体温、心拍を測定して健康状態を確認します。その後、調査前の打ち合わせ、ブリーフィングって言うんですけど、水中の中では話ができません。でも水中でやる目的があるので、それを安全に、円滑にするためにこういうふうに行こう、で今日の海の状況はこういうふうだから、この時間までに上がってこうしようっていうのを入念に打ち合わせしてます。このブリーフィングがかなり大事で、ちゃんと時間をかけていっぱい話をして、チームで入るんでね、この時間はとても大事な時間です。そして実際にどんな感じか、これ実際の海の映像なんですけど、見れてますか？ここにね、刺し網っていう壁になってる網が今設置されていて、そこに魚を追い込んでます。この子たちメジナって魚なんですけど、逃げないように2人のダイバーで今追いかけてます。逃げそう、逃げた、うーんってなってる、まだ1匹いるって、取れるかって、入ったって感じで、リアル金魚すくいみたいな感じで魚を取ってます。動画見れてますか？大丈夫ですか？はい、 OK です。あとは、みんなが大好きにも隠れクマノミの採集をしたりもします。これは、隠れクマノミの尾びれ、尻尾の部分を一部だけ取るんですけど、クマノミはイソギンチャクの中にずっといてくれるので、取るのはそんなに難しくないです。この子たちを、さっき言ってたお手製の手編みで取って、水中の中で魚の尻尾だけをハサミでちょっとだけ切ります。尾びれなので、爪みたいに、ね、伸びてくるんで、この子には問題ないんで、これを研究の材料として使うたびに一部切ってます。これもね、チームワークでやらないと一人ではできないので、コミュニケーション取りながら今一部を取って、で
この子の魚自体の、大きさを、記録するために次はこの透明のプラスチックバッグに入れて、水中なんでね、海水が入ってるんでこの子には問題ないので、ホワイトボードの上に置いて、でスケールで物差しを置いて、最終的に写真で記録します。結構ね、あっという間、あっという間というか、意外といろんな作業を水中でするんで、なんていうんですかね、うまくコミュニケーション取れてないと、次何するんだっけみたいな、お互いなりながら、そういう時もあるんですけど、まあ、だん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 みんな慣れてきて、チームワークでやってます。あとは、保全プロジェクトっていうのをやっていて、私たちはカクレクマナミの研究対象にしてるんですけど、その子たちを、子どもたちを自然に返す活動をしていて、ある程度大きくなった子を海に返してるんですけど、意外と丁寧に返してあげないと、せっかくイソギンチャクがいるのに逃げていったりします。なので、ゆっくりゆっくり、このプラスチックバッグから、君のお家はここにあるよっていうのを教えてあげながら、ゆっくりゆっくり返してあげてます。ここだよって言って、そうすると、あ、自分の家があるじゃんってこの子たちは気づいて居ついてくれます。これはね、今も現在進行形のプロジェクトで、定期的にモニタリングに行って元気に成長してるか、将来的にはこの子たちが親になって、子供を産んでまた減っているクマの実が増えるように活動してます。こんな感じでね、さっきのは動画でしたけど、あとはさっき言った水温測定装置を、水中に置くのに軽いんで、コンクリブロックにくくりつけて回転に進めるんですけど、これと一緒にダイバーが入ったらもう一瞬で海底に行ってしまうので、リフトバックっていうね、この浮力をつけるものをつけて徐々に置いていきます。で、ある程度の期間水温の測定ができたらまた、地上に持ってくるんですけど、その時もこれを使って、運搬する。これも私たちの仕事です。あとは魚が対象なので、ダイビングだけじゃなくて釣りもしたりします。私はすごく釣りが苦手で、まあ、ダイビングで撮る方が楽しいんで好きです、個人的には。で、最終的に撮った魚は研究に使うために、これ学生のマイケルの、プロジェクトなんですけど、生かしたまま持って帰ってきて、脳と肝臓とエラをこのチューブにね入れ替えて、それを研究の材料にします。で、これはちっちゃすぎるんですけど、たまに大きい魚が研究対象の時もあるので、その後は美味しくいただく時もあります。私は魚大好きなので、すごくいい仕事です。新鮮なお魚がいつでも食べれます。こんな感じの仕事をしてますが、結構特殊なので、どうして現在の仕事に就いたのかなっていう経緯をお話ししたいと思います。生い立ちなんですけど、私は、沖縄ではなくて愛知県名古屋市出身、1988年、なんと昭和63年ですね。昭和と平成が、一緒にいる学年です。結構おばさんやなって感じですか。33歳ですで、お母さんにね、お母さんの影響でダイビング始めたんで、昔の写真送ってってお願いしたら、まさかのこの、生まれたばっかりの写真送られてきて、まあ、私も普通の人間ですよっていう話なんですけど、で、生き物が、まあ、とにかく好きだったんですよね。ちっちゃい頃はシマリスとかハムスターとか飼ってて、自由研究で心を聞いて、めちゃめちゃ早いじゃんみたいな、そんなことしたり、あとおじいちゃんも大きいの飼ってたんで一緒に遊んだり、おじいちゃん家はすごい庭が広かったんで一緒に植物育てたり野菜育てたり、もう自然と生き物が大好きでした。で、母親もダイビングが好きで、その影響で12歳の時に、ジュニアオープンウォーターっていうダイビングのライセンスを取りました。まだね、本当小学生かなの頃だったんですけど、もう海の世界が大好きになるきっかけでした。それで、2009年、20歳の時に、
もう毎日ダイビングができる生活をしたいと思って琉球大学理学部の海洋自然科学科生物系に入学しました。もう海好きが集まる学科で、この生物系には50名所属当時したんですけど、沖縄の子は5名ぐらいで、もあとはもういろんな県から来てる、クラスでした。でその時に、恩師であるこのねクールなジェームズ・ダイマー先生に出会いました。彼は、カナダ人なんですけど、日本語ペラペラで、ダイビング大好き、野外活動大好きっていう人で、で、知り合った時に、あ、エイナもうダイビングできるの？なんか調査参加しておいでよみたいな感じで誘っていただいて、そこからいろんな海の調査に参加するようになりました。で、このドクター、ダイマー先生の研究室に所属したんですけど、半分留学生、半分日本人みたいな研究室で、本当に国際色豊かで、当時学生の頃は全然英語話せなかったんですけど、そういう子たちと一緒にいろんなことしていくうちに英語が話せるようになったし、海洋調査で海外に行くようなこともあって、本当に面白そうだなって思うことにいろいろチャレンジした学生生活で、本当に運が良かったなっていう、それだけで、ただ、好きなことをとことんやるのが、まあ、得意だったから、今の仕事につながったのかなと思います。その、ライマ先生の紹介で、今の、OIST 沖縄科学技術大学院大学に就職しました。最初はこの、ホルガ先生っていうところで、イソギンチャクの毒の研究をしてました。その時もね、こういうフィールドワーク、岩を割って、この生き物を採取するっていう仕事をしていて、この先生はちょっと任期が終わってしまったので、2016年、もう1年後にはまた次、渡辺先生っていうところで、の先生、渡辺先生の研究室で、いろんな生き物の飼育、採取飼育をひたすらしてました。飼育ってね、大変でね、家族みたいになってくるんでね、もう毎日心配で、毎日大変でした。でも、それもすごく勉強になったんですけど、やっぱり私は、海の中で野外活動が好きだなっていう気持ちがあったので、さっきの紹介した気持ちラバシ先生が2019年の秋頃に、この大学に赴任されたのをきっかけに、私もこの研究室に、また11月頃から移動して、このメンバーになりました。最初はね、これぐらいのメンバーで、また今もメンバー増えてるんですけど、ユニットポロシャツをね、ボスが作ってくれて、2色、配布してくれて、まあ、結構チーム感があるメンバーでやってます。で、よくこうやってみんなで、調査でダイビングも行ったりします。これが私が今まで仕事に就いた経緯です。結構ね、特殊な仕事で、だと思うんですけど、この仕事のやりがい、魅力っていうのをお話ししたいと思います。やりがい、やっぱりサシ君も言ってたんだけど、研究ってやっぱ常になんかチャレンジで失敗がつきもので、うまくいかないけど、じゃあどうしたらできるのかなっていうのを常に考えながら、アイデアを持って次やっていく。またできない。じゃあ次どうしたらいいかなってアイデア考えてやっていく。この繰り返しが結構楽しいです。それが好きで、この仕事に魅力を感じてます。そして、メンバーとしては私唯一の日本人で、いろんな研究者がいます。その研究者と沖縄の海をつなぐ役割をしているっていう気持ちになっているので、そこはすごくやりがいを感じます。そして、多くの人数で野外調査するんで、チームワークで、さっきみたいにね、一緒に魚のこのヒレを切ったりとか、いろんな調査をみんなでチームでやるので、最初はぎこちなかったり、うまくやりたいことが伝わらなかったりするんですけど、だん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 ブラッシュアップされて、もう次何しようっていうのが、こう、もう言わなくても伝わるような感じでできるようになってくると、本当にチーム感が出てきて、それでチームでもうできるパワーっていうものを感じます。それも私の仕事のやりがいだなって思うとこです。そして最後に私の大好きな沖縄に対する思いを語りたいと思います。
もう毎日ダイビング行きます。冬はね、ちょっと寒いんで、あんまり行かなくなるんですけど、仕事でも遊びでも海に行く人です。これ、水中写真が趣味で、いろんな写真を撮るんですけど、何回行っても飽きないんですよね。もう、いつもいろんな生き物を見つけて、なんだこれって調べたり、もうめっちゃ可愛く撮れる写真を撮ってみたり、そんなことばっかりしてます。もう13年沖縄に住んでるんですけど、飽きないです。そうやって、こうやって一緒に遊んでくれる友達がいっぱいいます。沖縄には自然が好きな人が多いです。これは友達の子供なんですけど、その子とシュノーケル行って、その子がもう目を輝かせて、沖縄の生き物、海の生き物を見て感動しているのを見ると、私も感動します。それぐらい自然が豊かな沖縄に住んでることがめちゃくちゃ幸せです。そんな沖縄も、課題があります。沖縄は、やっぱり海岸開発とか埋め立てとかずっと進んでいる場所です。これは、友人の、ね、研究なんですけど、この海岸がどういうふうに変わってきたのか、今現状、2019年の現状でどうなってるのかっていうのを、4つのレベルに表したとき、A はもう自然な状態の海岸、B はビーチと植物を分ける程度の防波堤があるところ、C は道路と防波堤、もうテトラポットまであるレベルまで来ているところ。D は完全に埋め立てがされているところ。っていうふうに分かれて、4つのレベルに分けてみると、もう埋め立てされている場所はもう45%。半分近く占めてます。まあ、一方、このね、北の方、北部の方はまだ自然が残っている状況です。これは、SDGs、聞いたことあると思うんですけど、持続可能な開発目標を考える上で大事なことで、沖縄は観光も必要だし、経済発展しなきゃいけない。でも自然を残していく必要もある。こういうことを考えていかなきゃいけないなって思っているんで、まあ、そういうことを伝えれる人になりたいなと思ってます。こんな感じの人です。最後は、綺麗な沖縄の海を見てもらいたいと思います。これ私の家から20分ぐらい、車で20分ぐらいのところで見れるサンゴなんですけど、週末に友達とダイビングに行って、このキラキラ光る海を見てるだけで超癒されます。ぜひね、皆さんも沖縄の海潜ってみてください。どうですか？沖縄海に興味持ちましたか？ぜひ沖縄来てみてくださいね。以上です。